メリカの野外音楽フェスティバルロラパルーザにスキズとアイブが出演しました。ロラパルーザはエミネム、メタリカ、コールドプレイなどの有名ミュージシャンたちが出演してきた音楽フェスティバルで、世界の多くの地域で開催。スキズは全21曲を披露し、シカゴの夏を熱く盛り上げました。スキズは野外フェスが似合うとの声が多数寄せられています。爆盛り上がりで米国人気がわかります。政治力の高さを見せつけ、煽り方や鼻音でも実力を証明。個人的にはミロと花火の相性も最高で良かったです。アイブは全11曲を披露しました。全員がハンドマイクを持ち、オリジナル振り付けを披露しながら堂々と歌い上げました。暑さの中でも安定した高音を披露し、最高のコンディションでした。ポニョンの歌唱にも反響が出ています。普段の地声は可愛らしいですが、この日は低いトーンでアメリカが好みそうなかっこいいラップになっています。韓国オンラインコミュニティでも絶賛されています。上手だな、やっぱりツアーをすると全体的に一気に上達するなど、現在ワールドツアー中の影響だという声が多数寄せられています。ワールドツアーをこなすことによって自信がつくんですかね。個人的にも本当に歌って踊って体力もやばいなと思いました。どちらも人気グルではありますが、この影響でさらに海外でも人気になるといいですね。ご視聴ありがとうございました。これからも韓国の情報動画を発信していくので、チャンネル登録お願いします。ではまた会いましょう。